皆さんこんにちは、ダイダラーです。ポケットモンスターソードシールドでやりましょうか。鎧の孤島の前回大蜜っていうねアイテムをゲットした後からとなります。ウーラオスが、大キノコのスープをね食べようかと思ったら、なんか食べたくないっていうね味が嫌いだってことで、ね、あの好みの味にするため蜜を探してきてくれってことで、前回ね大蜜ってアイテムをゲットしました。今回はねその大蜜を食べた後から、なんだなんだ今のやっていきたいと思います。サメ肌かな今の。ただいま帰ってきたよ。二人ともお疲れりんさーい。およよ、くんくん、なんだか甘い匂い。ふんウーラオスの好物、大蜜、バッチリ手に入れてきたぞ。おお、ありゃま、この短い間に、俺とダイダラが合わされば100人できたぞ。まあな、チャンピオン、ね、決勝戦戦ったしな、俺たち。ふんふんふん。いや、決勝戦戦ってないわ。あれ、ホップと戦ったの、何回戦だっけ。でもね、クリア後は一番強かった、ホップが。な、ノーヒントでよくぞ、大蜜までたどり着いたね。やったね、ダイダラチン。やったね、ホップチン。やっぱり大蜜のこと、忘れてなかったんだな。うん、探すことも修行じゃ、みたいなやつ。お、スープ係かな。大蜜を入れればきっとウーラオスも大スープを飲んでくれるっすね。リアオス、ん、マサ道場で教えられること、ダイダラチンにはほぼほぼまるっと教えちゃったね。あ、もう終わり。ダウンロードコンテンツ、え、今のチミタなら全力で勝負できそう。なんだと、わしちゃんもちとトレーニングする必要ができちゃったし。なんやと、本気のわしちゃんと試合う覚悟ができたら道場裏のバトルコートまでおいで。師匠、戦うんすか。絶対勝てないっす、今のままじゃ。ちょっとレベル上げなきゃな。飴使おう、飴。はい、本気の師匠、一体どれほどの強さっすか。兄貴の師匠だもんな、きっと絶対ドギャッと強いだろ。もちろんす、ダイダラさん、心して挑んでください。俺はこれから鎧島の調査を始めなきゃいけないんだけど、ダイダラも頑張れよ。いつもみたいにバシッとな。マスタードさんとの勝負には俺も応援駆けつけるぞ。マジ頑張るよ、ホップ。ホップも仕事頑張ってね。よっしゃ、バトルだー。どうしよう、ホップ俺とバトルする。鎧島に着いた時、ジムリーダーのあの人と駅で一緒になったぞ。どっかで会えるかも。え、ジムリーダーがどっかで、どういうことよ。とりあえずスープ飲んでもらおうか、大スープ。うん、大蜜大キノコがあればダクマが進化したポケモンウーラオスが飲める大スープ作れるっすよ。じゃあ飲ませましょうか。はい、ウーラオス飲んでもらいましょう。瀕死のポケモンは選べません。はい、それでは回復してきましたんで、ね、改めてね飲ませましょうか。ウーラオス、ウーラオスが大スープ飲むと巨大マックスになるっすよ。大キノコ3つと、大蜜1個でスープ作るっすよ。お願いします。これで巨大マックスになる。ほら、ウーラオスは巨大マックスいるんやった。いや、これはね、意外とあっさりしてたね。いや、スープの味じゃなくてね、演出的な意味で。さあ、ウーラオス見てください。あー、見て、やっぱバッテンついてる。巨大マックスの証ですね。ウーラオスの名前の左についてるやつが。まあ、とりまえ、これでいいかな、ウーラオスは。ねえ、特性が不可視の拳。相手に接触する技なら守りの効果を無視して攻撃できる。意外と便利だよね。さっきの特性はあれだよね。守るとかを無効化するみたいな感じだよね。恐ろしいね。さあ、とりあえずね、全員レベル70まで上げたらいけるかな ?70 まで。多分いけると思うんだよね、70に。全員レベル70まで上げちゃいましょうか。これでレベルが全部、70まで上がりました。オール70のパーティーです。70でいけるかな、オール70で。果たして勝てるのか、本気の師匠。ねえ、どれぐらいの強さなんだろう、わかんねえけど。まあ、勝てるっしょ。頑張っていきましょうか。やべ、マジドキドキする。なんか、ここあれだな。トーナメントの、なんかスタジアムとかと同じアングルで、ドキドキするし、ワクワクするね。イエーイ、わしちゃんと勝負する覚悟、できたかね。オッケー。ふふ、いい返事。じゃあ、戦いの場へ。いざ、行こう。多分これが DLC のね、最終コンテンツでしょうか。本気のマスター。レベル100とかだとどうしよう。わしちゃんね、最近思うのよ。
最初は勘違いだったとしても、チミが道場に来てくれてとっても良かったってね。セイボリーとかね、やる気出たし、ダイダラチン、ほんとありがちよね。久々にわしちゃん、血湧き肉踊り、心うわうわ。強敵との勝負はジジイになってもやめられない。マジ？また脱ぐのか？さて、世界一楽しい時間の始まりだよ。やるか。いや、本気モードよね、やっぱ。服脱ぐのが早い。道場主のマスタードが勝負を仕掛けてきた。本気の戦いやっていこう。6匹フルでいるし。さあ、まずはコジョンド。さあ、こちらの先発はルガルガンです。ステルスロックを巻きたい。さあ、ここはダイマックスもできる。ぬ、ポップ応援してんのかな。強敵を前に久々にたぎるたぎるぞ。お主らとの修行の成果、この勝負に出し切るのだ。レベル73、ちょっと待って、高いな、格上だな。まあなんとかなるでしょ。この DLC で追加された新ポケモンたちが多分相手になると思います。格闘タイプなのでちょっとね、抜群取られると思うんですけど、まあ、ステロ巻くのが仕事だと思っていきましょう。待ってー、うーわ、マジか。素早さ負けてるか。そうか、一瞬の隙が命取り、こう、そう、このように。やべえやべえ、今のはマジで痛い。これはマジで痛い、やばい。さあ、コジョンド、素早さが鬼のように速いポケモンですね。いや、ステロ負けなかった、マジで痛いんだけど。最後ヤドラで、今作の目玉ポケモンです。格闘タイプだよね。最後気にしていきましょう。さあ、ブレイズキック、燃える蹴りだ。痛い、急所に当たった君。ハッハッハッハ、勝利の女神はわしに微笑んでいる。いや、マジでそうだよ、やばいって。さあ、とりあえず最高記念室、効果抜群です。ぬ、基本は上出来だが、それだけでは勝てぬぞ。ねえ、さすがだぞ。ねえ、タイプ相性のことバッチリ理解してるんだな、みたいな懐かしいやつです。さあ、食べ残して体力回復。ちょっとね、思ったよりやばいかもな、本当に。さあ、レントラー、レントラーか。いや、このまま行こう。レントラーだったら多分耐えてくれるでしょ、ヤドラン。よっしゃ、威嚇。マジかよ、威嚇だったん君、特性。よかった、変えなくて。よし、特殊アタッカーであるね、ヤドラーには効きません。さあ、ここはとりあえず最後キネシスしときましょうか。再キネ。さあ、噛み砕く。グエー、マジか。耐えろ、耐えない。急所また当たったの。待って、おかしいって、急所の当たり方まずいってこれ。さあ、次は行こう、バックロー。さあ、ポケモンが徐々にこちらもやられてきて、かなりやばい展開ですね。アフロブレイクいきましょう。さあ、向こうの攻撃、ワイルドボルト、痛い。さあ、自滅する技ですね、ワイルドボルトは。反動ダメージ受けながら殴ってくるタイプのやつ。ドルエン、おら、よし。待って、残ったんだが、敵の体力ちょっとまずいな、これはちょっとどころがかなりまずいな。ここは、多分向こう、もう一回ワイルドボルトしてくる読み、いきますよ。ワイルドボルトしてくる読みの、元気のかけら、ルガルガいきましょう。ワイルドボルトしてくる読みね、ここ。大事だよ。え？待って、大丈夫？わ、よいしょ、ワイルドボルト！ワイルドボルトしてくる読み、相手のポケモンがね、そう、自殺してくる読みね。なので、ここはね、今ので正解ですね。向こうのポケモンなんだろう。よし、ありがとう、経験値。でルガルガン出して、今度こそステルスロック巻こう。ステルスロック、あ、かぶったんだか。ちょっと待って、ダメ、うわー、待ってくれ待ってくれ、レベル差がある。いや、でもね、いやいけるのか。ステルスロック巻いときましょうか。勝て、すばらしい。いや、負けてる、外せ。なんで当てるの。急所当てるし、もうやだ俺。君にマスター急所当てすぎだって、マジで。さあ、不思議花行こうか。ででん、いやー、まあ普通にここはね、落としに行きましょうか。花吹雪、ストーンエッジ外せ。全部当ててくんだよな、痛えぜ。ほら、さあ、花吹雪、うわー、微妙な火力だなこれ、まずいっすね。さあ、食べ残して回復はあるんだけど、これ勝ちに行くにはどうしようかな。宿り気してから道具使って回復が多分一番いいと思う。ステルスロック、おい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 、待て待て、俺がやりたかったことを君はどうしてそういうことするんだい。当たらなかった、ちょっと待って、宿り気のターンで当たらなかったし。ちょっと待って、俺運
運の神様に全て見放されてる気がするさっきからね。えもう一回やっていきします。ストーンエッジ急所当てないで、よしよしよし宿り行きペッペッペ。普通に落としてよかったのかもしれないけど、体力ある状態で貸したくてね。今回はこれはやばいな。さてそこそこ吸ってくれたね、ありがとう。いやーこれポケモン、これはサイクル戦っていうのかな、切り替えて戦う戦い方がねすごくやりづらくなりましたね本当に。よしすごい傷薬、なんでお前ケチるんだここでってね思った方いるかもしれませんね。そうです、僕はケチりました120しか回復しない。外せ、なんで当てんの全部。ストレッチそんな当たんないからね、みんなおかしいんだよこれ。マスターなんかズルしてる多分。よし、まあ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 、うーわよしよしよし、落としきたねこれで。ルガルガン、じゃポケモン見ましょう、これで何が出てくるか。オッケー、いい回復。誰だ出てくるのは。アーマーガー、あー行くしかない、このまま。鋼の鳥ですね、鋼飛行。緊張感で木の実が食べられない、大丈夫。いや道具は使わない、このまま殴りましょうか。とりあえず宿りの種撒いときましょう。ここも俺の方が早いじゃん、当たらなかった。なんで当たんないのもうやだ俺このゲーム。いや攻撃がそれ当たらんのおかしくない。俺の攻撃当たらねえし、向こうは当たるし、急所当てるしこれ待って、マジでまずいんだって。さあエモンガちゃんに信じていくか、ウーラオスラストきつくねえか、これ台湾バトル。待ってね、今俺考えよう、考える台だら。エモンガちゃんに行こう、エモンガちゃんとりあえず、エモンガちゃんを信じて、エモンガちゃんを信じて、ステルスロックが刺さる。まあでも行くしかないよねここは。放電10万ボルトにしときゃよかったなって思ってる。まあ放電ね入る、いいダメージ。もう一回当てたらいい、光の壁こやつ覚えとけちょっと待って、ね、戦い方やらしい、それどうなのそういう戦い方、よくないと思う俺。放電しとくね、もう一回、はい、放電多分落とせないでしょうここは。落としたか、ナイス。あこれ美味しいな。さあ最後のポケモンか、向こうが誰出す。ダクマ、いやウーラオス出すんじゃねえ、ここ向こうも。ジャラランガ、ジャララ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 ンガ、ヤババワンガですねそれは。ジャラララランガまずいな、ジャラランガ、ジャラララランガに対してウーラオスはツバメ返しぐらいか、まずいね、いい技がない。まあここはね、うわ今一つしかね、もうこれやられる前提でいきますね。電磁波いきます、電磁波で麻痺させましょう。これしかないね、電磁波麻痺って。ぐははスケールノイズ、何その技、なんかわからん技ですねそれは。防御が下がった、いい技。さあまずい展開になってまいりました。ウーラオスラスト1匹ですこれはまずいぞ、レベルが足りない、どう考えても。さあウーラオスねえ、周りの景色を楽しんでる。いやそんな余裕よくあるね今。まずいっすよ今、ダイジェットで確実にまずは行きましょうか。さあ巨大マックスの姿ですこれが。素早さを1段階まず上げましょう。勝ち筋はもうこれしかないっすね。うおー、なんか目めっちゃ光ってる、色白くなってない、色違いになったぞ、色違いに。あらやだ、かっこいいわ。よし、ダイジェットまず素早さ上げよう。へい、わーっとの体力ちょいのこ。オッケー、素早さアップ、スケールノイズ、ぐわーキック、まずいなこれ。さあ食べ残しで体力回復、食べ残しっていうもう可愛いもんしか持ってないからまずいんだよなこれ。でここはダイナックルですね、次はダイナックルで攻撃力上げる、確実に確実にいくために。よし、巨大マックス技何なんだろう、ウーラオスって。ちょっとなんか慌てすぎて見てなかった。さあラスト1匹です僕こちら。さあ食べ残してまた体力地味に回復、ありがとうございます。地味回復300、光の壁がなくなったね。な、今なお研ぎ澄まされていくわしの強さに見惚れるな。なんだとおじいちゃんウーラオス出てきよった。
ウーラオス。巨大錬金、これか。なんこれ。水タイプの技、大ウォールを無視できる錬撃だっていう。マジ？でもここで勝つためにはダイスチルで防御力1個上げてか、もう落としきらないと負ける気がするんだよね。一発耐えないと。でも一発で落とすかどっちかだよね。マジ悩む。これかけるしかないかな。もうダイジェット一撃で落としてくれ、頼む。巨大な拳となりて目の前の敵をね、不時期かね、今読めなかった。うわかっこいい、ダイマックスのポーズ。お巨大マックスじゃん、そっちも。マネっこだ、マネっこ。マネっこよくないよ。よし、行くぜ。こっちの方が先生だ。大ジェット、いけー、落として、うわー落ちねー、まずいって。さあ素早さアップ、大ナックル。向こうは攻撃力を上げてきた。意外と耐えますね普通に。だら攻撃力上げられたな、まずいなこれ。いやこれどうしようかな。さあこれでちっちゃくなります。うーわ待って、これ確実に勝つにはダイマックスを潰さなきゃいけない。いやでも落としきれると信じていこう。俺は勝つんだ、食らいやがれ、インファイト。おら落とせ、よし。やぶねえ、マジでマジのギリだった、マジのギリ、マジのギリ。タイプが違う方だったね。こっちが水で向こうが悪のウーラオス、見た目は一緒なんだね。はあ強かった、めっちゃ笑うとるやん。強さとはねえ、せいせいルテン、手にしてもすぐこぼれ落ちる。読み方も絶対間違ってそう。だがわしを打ち倒したその強さは今揺るぎない。心からおめでとう。ありがとうございます。3万円もくれた師匠、めっちゃ強かったっす。はっはははは、本気の本気でも負けてしまったが、弟子が死を超える、すなわち、なんて読むんこれ、出乱の誉れって読むらしい。本気のリーグカードをもらってくれ。ありがとうございます。あ、俺師匠のリーグカード見てなかったな昔のやつも。ありがとうございます。レアリーグカードもらった。わしもまた一から修行のやり直しだな。ねえちょっとダーリン、負けちゃったんだって。勝っちゃったよ。みんなホップもいる、みんな来てくれたんだな。あらやだもうよ、もう本気の姿相変わらず惚れ惚れだわ。でダイダルちゃん本当よくやったね。今日はお祝いの大スープっすね。マジ？やはりただの新人ではなかったっす。これからは新人師匠と呼ばせてもらうっす。なんだよそれ、新人先輩みたいな。驚かないぞダイダラ、勝つって信じてたからな。ウーラオスちゃんもよく頑張ったねってね。ウラウラ背中におるからな。チャンピオンのネタバラシはしない感じね。ダイダラうーっす、セーボリーじゃん。なんと言いますか、おめでとうございます。どうした、キャラじゃねえだろ。なんで申し上げるとお思いか、お祝いなぞしてやるものですか。しかし胸の使いが取れました。本気師匠に勝てるあなたに私が勝てる道理がない。しかしまた次回勝負する際は正々堂々勝負です。私一矢報いますのでね。ほんと正々堂々かな、ほんとね、また勝つよ。あなたとても立ちが悪い、私には負けかねますがね。自覚あったんだ。はい、これにてマスター道場裏修行はおしまーい。あ、師匠いつも通りに戻ってますね。ダイダラチン、これからもちょくちょくわしちゃんと勝負してお互い高め合おうよん。来たるべき時のためにね。何それ来たるべき時って、ダウンロードコンテンツ第2弾の時ね。ハいつかわかるから楽しみにしといてねって。そんじゃみんなで仲良く帰りましょう。ういっす。いやー師匠強かったな。さあこれで多分ダウンロードコンテンツ第1弾鎧の孤島がね終わりになるのかな。今までありがとうございました。マジで終わりだった、エンド。え、本気の本気の師匠にも勝ってしまうとは。今のダイダラさんならば
道場史上最も過酷なトレーニング、縛り組手をこなせる矢も。何それ。お、それはちょっとまた次回やろうか。おいしい。じゃあちょっとマスターカード、いやリーグカード見ましょうか。でこれがね、前回受け取ったリーグカードです。元格闘ジムのリーダーであり、歴代最強のチャンピオン、マジか、18年間の無敗記録を持つ。強さを求めすぎるがゆえ、他人にも自分にも厳しかったが、引退後に世界中を旅してなぜか性格が激変。突然無人島を買い取って周囲を驚かせる。その理由を尋ねられると、世界にはいろんな強さがある、それももっと見てみたいのよんと笑顔で答えていた。鎧島の名付け親も彼だ。へえ、元チャンピオンなんだ。はい。でこっちが今もらったレアの方ですね。これチャンピオンの時の姿かな、多分。写真は約50年前、因縁のフェアリージムリーダーに打ち勝った末優勝した時のもの。無敗のチャンピオンだったが、相棒のポケモンがなくなって徐々に負けが込み始める。チャンピオンの座を明け渡してもなお人気は絶大だったが、当時のリーグ委員長から八百長で優勝するよう誘いを受け引退を決めた。リーグ委員長 いつでもそんな感じなんやな。引退後からゲームにハマる。引退現役時代はイメージを壊さぬよう我慢していたらしい。ね、ゲーマーだったんですね。なんかやったもんね、ポケクエを。はい、じゃあこれで終わりましょうか。とりあえず鎧の孤島編はこれにて終了、最終回とさせていただきます。次回からはね、昨のあまたね、クリア後の要素をやっていきたいと思います。クリア後の要素としては、そのさっきあった縛り組手とかね、あのディグダもまだ終わっていないし、あとはね、この新しいポケモンを使ったランクマッチやカジュアルマッチなどなど、いろんなことをねやっていきたいと思いますので、また見てください。あと新しいポケモンをね、なんか育成とかもどんどんやっていきたいと思います。おーし、それでは終わりましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。